はい、続きましても丸山洋理嬢さん、昭和搭載メスサイズが38センチです。お願いします。はい、こちらの昭和もセブンというあの系統になります。まあなんといっても、ね、この魚に関してはその紐模様がいいですよね。なんか紅白だけでも見れそうな紐模様に、その昭和の重要なポイントのこの口摘み、あとね肩の摘み、そしてねバランスよく入ったこの摘みが出てきた時っていうのは綺麗な魚になると思います。そしてまあこのね紅の際なんかもしっかりしてますんでね、今後が非常に楽しみです。まあ炭もねちゃんと元黒もありますし、まあ今年の秋に全部出るっていうのはちょっと不可能ですけど、3歳4歳になると徐々にこちらの炭で、こちらにもね炭ありますし、この頭の炭なんかも決まってきて、まあその決まった時にはまあ品評会なんかでもかなり楽しめるタイプの商売になると思います。あれ本当に炭次第で楽しみな行為になりそうな。そうですね、まあ、こちらの魚も本当に毎年 その成長過程というものを楽しめる魚ですね。まあ、魚の楽しみ方っていうのはいろいろありますけど、現時点でいいものをより良くするっていうのも一つですけど、こういう未完成の魚を年とともに完成していく姿っていうのを見るっていう楽しみも兼ね備えた、まあ、一品であると思います。まあ、本当に白地も綺麗で、紅も明るい紅してますから、まあ、将来、すごく綺麗な魚になりますね。はい、ご覧いただけましたでしょうか。丸山洋理嬢さんの昭和搭載メスサイズが38センチです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。